入国制限、6月以降も延長へ、本日、茂木外務大臣が記者会見にて、COVID-19 の感染拡大防止のための入国制限について、このまま6月1日をもって水際対策が終了することは想定できない、一度に全部解除するということにはならないと発言いたしました。本日、インドなど新たにに11カ国に対して、 入国制限を実施することが明らかとなり、現在111の国と地域に対し入国制限が実施されておりますが、すでに日本政府は世界の半分以上の国々に入国制限を実施していることになります。こういった入国制限の緩和について、 陰性証明書なるものを発行するべきとの報道もございますが、こちらは全く意味がございません。こういった入国制限を緩和する際には、入国者に対し2週間の隔離を強制する法整備を行うべきでしょう。実際に国内で入国後に自宅待機を無視し、感染が拡大した事例が 発生してしまっております。日本政府には、こういった入国制限の緩和、法整備を行った後に、実施していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。